緑とか。それではこれより CM 面の発表をさせていただきます。まずは代表取締役社長川口氏よりご挨拶申し上げます。皆さんこんばんは。今日は勝利をお届けできずに申し訳ないなと思っています。何よりも、この試練からの話よりも、一戦一戦の勝利の方が大事なことは間違いありません。そういう意味でも、今日、この動画を見ながら、お知らせいただいた方、勝ちを決めてもらうことを、非常に残念に思います。映像を作りスタジアムで流しました。皆さんにとって思い出のまたは手に刻まれたそんなシーンはありましたでしょうか。そして今日皆さんも身にまとっていただいている25周年記念のユニフォーム、今日もたくさんお届けしましたけれども、このユニフォームはFC東京が J リーグに参入したその当時のユニフォームを今できる範囲で再現し、そしてこの味の素スタジアムのイメージを刷り込んで作ったものです。選手が
来て戦うのは今日が最後になりますけども、皆さんにとってこのユニフォームが思い出の一つになれば幸いです。早く開いて帰った方がいい。では私の話はこのくらいにして、新しいエンブレムの発表をしたいと思います。このエンブレムにはエクラブの25年の歴史と、今胸につけているこのエンブレムの、これを継承して、そして FC 東京の新しい歴史の1ページを開く、そんな強い思いを持って作ったものであります。大新春から新しいエンブレムとともに皆さんと一緒に戦っていければと、そういうふうに思っています。それではエンブレムを発表したいと思います。モニターに注目をしてください。
デザート要素には、サッカーボールの20面体を構成する五角形と六角形の角度を取り入れています。7番のニューストライプは、黄金のものとなり、勝利の星を形作る五角形を反映しています。クラブカラーも、これまでのクラブカラーを踏襲した青赤とゴールド。青は、鮮明と落ち着き、ピッチでの冷静なパフォーマンスと、冷徹にゴールを奪う選手たちを。赤は、仲間を鼓舞し、スタジアムに歓喜を呼び起こし、東京中に熱気を乱す情熱を。そしてゴールドは、東京の街のように輝く栄光を表現します。以上をもちまして、CM の発表を終わらせていただきます。CM のデザインストーリーの詳しい情報に関しましては、FC 東京公式ホームページで紹介させていただいておりますので、ぜひそちらもご覧ください。それでは最後にもう一度、CM の雰囲気をご覧ください。皆様、ありがとうございました。